礼。古文の授業で助かったね。マジでカズハちゃんと付き合うことになったの？え、お付き合いしてるんですか？ん？何が？怒られた。怒りんぼの先生だったし。よかったね。お邪魔虫みたいだし、あたしらは行きますか。ですね。それじゃバイバイです。何しにっていうか、歩いてたからあたしが捕まえたの。プリン作ってみたんだ。簡単だよ。おいしい？よかった。あたしも食べよっと。それもあるけど、また別なんだ。うん。あのね、私、一昨日キスしてから、なんか変な感じなんだ。起こって振られちゃったりしないかみたいな
そういう不安ってあるでしょ。そういう感情なのかなって思って気にも留めていなかった。それどころか私にもそういう人ができたんだって嬉しくなっちゃったくらい。でも昨日京都来てそういう不安じゃないような気がしてきたの。好きになって、キスして、もっと好きになって、幸せな気持ちに満たされて。なのに、一緒に不安も膨れ上がっていくの。なんでだろう。私にならないかな。不安は全然なくならないよ。うん、私になることは多分京介ちゃんじゃなきゃできない。キスして。ちょっと待って。重くない？なんだかこれまでのキスと違うね。京介ちゃん？ちょっとキザっぽいよ。嬉しかったけどさ、嬉しいんだ
ちょっとシワになっちゃうかも。ごめんね、怒った？私もまだ離れたくないよ。ねえ、なんか恥ずかしいよ。後ろ向きって落ち着くかも。なんか包まれてる感じがするよ。顔が見えないのはちょっとだけどね。ずるいよ、京介ちゃんばっかり。なんか力入らないや。頭の中が真っ白になって力が抜けちゃった。うん、とっても座り心地がいいよ。ありがとう。寒い。この格好だとマジで。まだ顔はほてってるけどね。やっぱ照れるね。持ってく？わかった。じゃあ気をつけてね。消えたかな。ねえ、今度の日曜さ、早速遊びに行こうよ。あたし、映画が見たいかも。じゃあ、駅前にある名画座、そこに行こう。
私、そういう古い映画見てみたいんだよね。ダメかな。うん、じゃあ決まりっと。バイバイ。お兄ちゃん、お兄ちゃん、なんで逆向きに寝ていたの？風とかは？布団なしで寝ていたようなものだし。